また一歩誰かに押されてまた一歩自分の力でまた一歩誰かの力でまた一歩振り向いたら足跡二ついつの間にか空は晴れている涙がこぼれる時も叫び届かない時も相手にされない時もうつむいて歩く時も誰かと一緒にまた一歩今日のライフラインはソプラノ歌手の小早川由紀子さんを紹介します。小早川さんは20代前半の頃に肝臓の難病を発症、2度にわたる生体肝移植手術により命を救われます。その後各地のキリスト教会や病院ホスピスなどで闘病体験を語り賛美歌を歌うコンサートを行っています。コンサートから歌をお届けするとともにお話を伺います。それでは今日もライフライン最後までお楽しみください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。歌うことが大好きで、もういつでもどこでも歌っていたという記憶があります。でまた本を読むことも大好きだったので、本を読むのも、お話を読んでその物語に入り込んで空想をしたりするのも好きだったんですけれども、声に出して本を読むのも大好きな子供でした。でそれから母に聞いた話では、小さかった時に歌があまりにも好きなので、おばの結婚式で頼まれてもいないのに自分から私が歌いますって言って名乗りを上げて張り切って歌っていたというエピソードを聞きました。中学校1年生の時に仲良くなったお友達に、そのお友達のお家がクリスチャンホームだったんですけれども、夏の中高生向けのバイブルキャンプに行かないかっていうふうに誘われて、それでそのために初めて教会へ行きました。そして初めて教会に行った時に、みんなが自分の心にある思いを神様にお話しするようにお祈りしていたことにも衝撃を受けましたし、それからギターをかき鳴らして楽しそうに大きな声で歌を歌っている姿にも驚きました。
でそのみんなが歌っている歌を聴いているうちに、私はこの心の底から何かこう嬉しい気持ち、喜びが湧き起こってくるような気がしました。それから教会へ通うようになって、でバイブルキャンプには毎年参加していたんですけれども、中学校3年生のバイブルキャンプに参加した時に、神様が私自身の罪の身代わりとするために愛する御子をこの世に送ってくださったということ、そしてイエス様が私の罪のために十字架にかかって尊い血潮を流し、そしてよみがえってくださったんだということ、でこんな私をその罪のまま愛してくださっているのだということが心に迫ってきて、そして自分の罪が、またその目に見えるような罪を犯していなくても愛のない毎日を送っていたり、人のことを悪く思ったり、そういうことは全部聖書に罪だと書いてあることを教えられて、自分の罪を悔い改めて、中学校3年生の時に洗礼を受けてクリスチャンとなりました。自分の心の中にある思いが罪だと分かった小早川さんは、中学3年生の時にイエス・キリストを信じてクリスチャンになります。順調に歩んでいた人生に暗い影を落とすことが20代前半の頃に起こります。それは肝臓の難病を発症するという出来事でした。発症したのは23歳で結婚してすぐの時だったんですけれども、それから当時はそんなに自覚症状がなかったんですが、年々症状がひどくなっていって、倦怠感ですとか黄疸ですとか、そういったもの、それから強い躁瘍感っていうものが大きく出てくるようになってきて、で27歳の時にふとしたきっかけで、ある医学書の専門書を見て、でそこに自分の病気が進行性の病気であるということと、平均寿命が発症してから約12年であるっていうことで、救命方法は肝臓移植しかないっていうことが書かれているのを見て、大変大きなショックを受けました。それまでとても健康だったので、まさか自分がそのような病気になるとは夢にも思わなかったので、どうして私がっていうふうに思って神様を恨みました。当時4歳だった子供のことを思っては、胸が張り裂ける思いで毎日泣いてばかりいました。そしてこのことを通して、私は自分の中に自分が正しい人だというふうな思いがあることを思い知らされました。だから神様を恨む気持ちになってしまったんだと思います。そしてこの時初めて、自分が自分の力で生きているのではなくて、神様に生かされている存在なんだっていうことに気がつきました。そしてそれからは、そういうふうに気がついてからは、目に見える景色が180度変わっていって、同じ景色を見ているのに、
空はこんなに青かったのか、花はこんなに綺麗な咲き方をしていたのかっていうふうに景色がまるで違って見えました。小早川さんは30歳の時に母親をドナーとして生体肝移植手術を受けます。しかしその6年後に再発、病気は進行して死ぬことを覚悟したと言います。体重が20キロ台まで落ちて、強い黄疸と腹水とでもう誰の目にも死が迫っていることが明らかな状態でした。で、頭で自分の命が尽きるということを思っていた時には、ただただもう神様の御心のままに最後まで精一杯自分の命を生き抜こうというふうに思っていたんですけれども、実際に自分の体で自分の命が尽きるというのを感じた時には、もうただ私の中にあったのは死の恐怖と絶望と、そしてただ生きたいという強い思いだけでした。私は毎日泣きながら神様に私を憐れんでくださいというふうに祈っていたんですけれども、その祈りの中で神様が私を本当に慰めてくださり、励ましてくださって、そして周りの方の家族や周りの方々の愛情に支えられて、神様がその試練を乗り越えさせてくださいました。その時に励まされた聖書の言葉があります。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。この言葉に何度も何度も励まされて、苦しくなると聖書を開いてこの聖書の言葉を読んで、自分の何て言うんでしょう、こう生きる術にしたというか、本当にすがっている、そんな毎日でした。その後、小早川さんは夫をドナーに、2回目の生体肝移植手術を受け、現在病気は落ち着いています。もし信仰を持っていなかったらと考えると、もう考えるだけで恐ろしいなっていうふうに思うんですけれども、まず最初に本当に自分のことばかり思っていたでしょうし、何度も襲われる苦しみに対しても、どうして私がこんな目に遭わなくてはいけないのかと神様を恨んで、それから周りの人を恨んで、恨んでばかりの毎日になっていたんじゃないかなと思いますし、何よりも平安が心になかったなっていうふうに思います。にすがるまでに悩みはない。
この曲の2番の歌詞には、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬというふうに出てくるんですけれども、私はこれを実体験いたしました。2度目の死の淵に立っていた時に、私は死の恐怖と絶望の中で毎日神様に、どうか私を憐れんでくださいと泣きながら祈っていたんですけれども、あれほど絶望しかなかった心に、病状がひどくなっているにもかかわらず、神様が希望を与えてくださいました。そして嘆きの言葉しか出てこなかった祈りに、感謝や喜びの言葉が出てくるようになりました。それは私が頑張って前を向こうとか希望を持とうというふうにしたからではなくて、神様が私に本当に愛を持って慰めと希望を与えてくださったんだと思います。これまでの人生が歌を通して苦しみの中にある方々に寄り添いたいという思いが根底にあって続いてきたものであるように、これからの人生も歌を通して神様のために働きたいという思いと、また特にやはり苦しみの中にある方や悲しみの中にある方々に歌を通して寄り添っていける人生を送らせていただけたらなというふうに心から願い求めています。微笑んでよかった、黙っていてよかった、悪口を言わないでよかった、微笑んでよかった、黙っていてよかった、おはようございます。関根博之です。今日は小早川由紀子さんをご紹介いたしました。肝臓の病を発症し、死の淵をさまよう経験をされ、自分は生かされている存在なのだということを深く知ったと語っておられました。そしてまた周りの方の愛情によって助けられ、聖書の言葉によって励まされてここまで来られたとも語っていましたね。そして旧約聖書の詩編30編5節の言葉を引用されていました。こんな言葉です。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。
人が自分の一生を全うしていくとき、順調なときもあれば逆境のときもあります。何が起こるかわからないのが人生です。どうしてこんなことが起こったんだろう、この病がなければもっとうまくいったのにと考えます。しかし現実は思うようにいかず、ただただ涙が止めどなく流れてしまう、そんな辛い時を過ごすこともあります。一つの詩を紹介しましょう。止まなければという詩です。止まなければ捧げ得ない祈りがある。止まなければ信じ得ない奇跡がある。止まなければ聞き得ない御言葉がある。止まなければ近づき得ない聖女がある。止まなければ仰ぎ得ない御顔がある。おお、止まなければ私は人間でさえもありえなかった。この詩を読むと考えさせられます。誰もが健康を願っています。でもどんなに健康を願っていても病気をしない人は誰もいません。でも病の中でこそ得ることのできるものがあるとこの詩は記しています。私たちは自分にとってあってほしくないもの、なくなってほしいものに時には助けられて生かされているのではないかと思うのです。詩編30編を記したダビデは、自分ではどうにもならない状況に陥った時、何をしたと思いますか？彼はただ単純に天地を創造された神様に向かって叫んだのです。聞いてください、主よ、私を憐れんでください、私の助けとなってください、そう叫びました。心の思いを神様に注ぎ出したのです。そうした苦悩の叫びの中で、夕暮れには涙が宿っても朝明けには喜びの叫びがあるという経験を知ることになったのです。人生には辛い、失望も病も襲ってきます。自分が願ったように回復が進んでいかないこともあります。真っ暗闇に包まれるような、そんな思いを持つこともあるでしょう。でも聖書は朝明けには喜びの叫びがあるとも約束しているのです。ですからこのお方に正直に叫び求め、信頼し、あなたの一歩を歩き出していただきたいと思うのです。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。また聖書通信講座やあなたのお近くのキリスト教会のご案内をしています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はご覧の小早川由紀子さんの CD 主の愛に包まれてを抽選で12名の方にプレゼントします。この CD には今日の番組で紹介した賛美歌が収録されています。ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思っています。番組の感想を添えてご応募ください。係への宛先は次のところです。さて来週は新潟県新潟市で行ったライフラインの集いから原田則夫牧師の聖書のお話とゴスペルシンガーソングライターみぎわさんの歌をお届けします。どうぞお楽しみに。